東京の檜原村にある檜の子という施設に来てまして、以前ふいなむにも紹介してるんですけど、ちょっとそこに素敵なサウナができたということでやってきました。で、一緒に来てくれたのはこの方です。草薙さんです。どうも、草薙です。多分これ東京でもかなり珍しいアウトドア型のフィンランドサウナがあると聞いてやってきましたね。ここがちなみにテントブースで、ね、テントがこれ。あ、キューちゃん、どうもどうも。でまずサウナに入る前にやることは必ずあります。動線の確認です。なるほど。でこの動線の確認を怠るとサウナ出て水風呂どこだっけ、シャワーどこだっけみたいにこうパニックになってその分熱が逃げちゃう。水風呂が結構距離が下なんですね、はい、どういう風に行くかまずちょっと把握してといいかなっていうので。なるほど。まず水場に行ってみましょう。でこっちから降りるんです。すごいね。うわー、これは次で12とか3かな。いやもう触ってもう分かる。そうですね、だいたい水風呂はないと。あそこら辺ポジション的にいいですか。分かりました。入って深みがあるちょうどいいかもしれない。長されてる時にもしこのポーズで入ったらこっち側で足でこう、こっちでやると斜めてる頭を打つ。はいはいはい。この川の流れってこう足をこう向けて入った。じゃあ水風呂の確認が終わったんでサウナに行ってみましょう。行きましょう。行きましょう。サウナに到着したんですけど、で横にいるのがトレイルヘッド代表の山口さんです。山口さんです。こんにちは。こんにちは。このサウナを作った方ですよね。そうですね。サウナとこのキャンプ場のどうしてこういう場所を考えようと。フィンランドでフィンランドでサウナ小屋に初めて入って水着とポンポンやったんですけど、はい、常設の小屋があったらもっと気軽に楽しめるなと思って出てきたのがこれです。はい、なんで火の火はこのキャンプ場の名前が火の粉。あー、ここが火の粉ですね。檜原の檜原っ子みたいなのと、あと焚き火した時の火を。なるほど。かけて。で一回じゃあみんなで入ってみましょう。はい、入りましょうか。うん、北海道の方で職人さんがこの春ビアにつけられるストーブを作ってくれる職人。あれとか沿岸の海底の底にこうなんか眠ってる石が一番いいっていう。なんか石マニアみたいな親父がいて、だいたいサウナストーブなんですけど、その石が。じゃあ皆さん失礼いたします。はい、お願いします。今日の香りはハーバルウォーター。あれこれこっちだよ。いいじゃん。まるで確認しよう。しかもロケーションもめちゃくちゃいいです。いいですね。いや、本当にこの岩、なんか岩がくっきり見えてきたような気がします。皆さんまず体拭いてください。水分。これ水分取れちゃう。水分からこう熱が逃げてるんで、まず体を拭いて。あ、もう結構基本です。体。これは大事です。体拭くのはサウナに入る時も、体洗ってサウナに入るんですけど、普通だとこう水気とすごい汗が出るんで。大丈夫ですか。拭きます。ありがとうございます。これ外気ですよ。あとは、はい、もうどこでもいいんですか。もうできてもいいし、けどできてまで戻るよりここがいいと思うんですけどね。ここら辺やっぱすごい気持ちよさそう。ここに深呼吸です。基本今木村さんはこう死にかけてる状態が助かったことになるで、生をこう実感する作業仕事が決まるんで、やってみましょう。ちょっと決まってます。あ、本当ですか。もうちょっとですね。
ああ、まだけど決まった名刺も。あ、キラッと輝いてる。まだまだ濁ってんだよ、ね。もう一発行きましょう。はい、もうサウナ水の外気浴写真だ。それすごい大事なんですよ。確かにいつもよりちょっと目がなんか視力が良くなってる気がします。します。今こう暑い冷たいっていう世界で脳がシャットダウンして。なんかこう全然考え事しなくなった状態。何も考え、まあ、雑念がないですね。それでこう単にこの川の流れと音と風とか自然をめっちゃダイレクトに感じられる感覚のスイッチになったんです。2回目はガンガン開けてくるみたいな、はい、やっぱ今日人がイベントで多くて会議が多いじゃないですか。会議が多いと温度下がっちゃうんですよ、うん、ちょっと頑張って温度上げてカメラマンを決まらせて下げちゃうんですよ。こう脇腹、腰替えのポーズ、ここに血管通ってるんですよ、太い、太い、ここの付け根も太い血管通ってるんですよ。なので、大体3年生こうやって上げてるおじさんとか言うと思うんですけど、これ正しくて、ここの太い血管に熱を当てるから、アウグスしまうときにこうやってると、あ、くださいって言うんじゃないと分かりやすいし、こっちも。で、自分もすげえ回るし、あと同じように水風呂で入ったときに、ここを開くだけで、めっちゃ冷たいんで、一気に冷えるから。だからまた開いたりここ脇開くとめちゃくちゃ決まるんで、早くですよ、はい、パカッと手を上に向けるあそう。例えば大物インタビューしたりするじゃないですか。その時にこう緊張しちゃうじゃないですか。机の下でこうやって緊張してるから僕結構緊張しいだった時形がその時覚えたんですよ。仏様って全部こういうポーズなんですよ。これなぜかって言ったら全部受け入れてるんですよ。外からのものを全て入れるっていう。だけど緊張した時とかってついついこういう風にブロックしちゃうんですよ。このポーズを取ると相手を受け入れてるから緊張がほぐれてる。ロウリュしてねえ、まあ、アウフグースで空気かき回してこう手の甲とか足の甲に汗がかかってきても自分がまあこうもう限界かなと思って1分か2分ぐらい頑張れてる。僕は大体それぐらいで出てるんです。外的要因がないと決まらない。それは何かっていうと、人とかアフグースとかロウリュとか薪ストーブなんですけど、人間がコントロールできないもので、自分が振り回されてるんで、持ってかれるんで、自分が出たいなと思ってもちょっと我慢してると。弓矢でいうとこう、ググッと引き込んでしまう。より遠く飛んでいくやつ。はい。まあ、こう力いっぱいと思って、もうちょっと引けるじゃないですか。はい、あれに近いみたいな。だからなんか最初のサラダは師匠、うん、師匠に誰かで行った方が。そう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 。そうなぜ僕が出さないか。出さないとか言われた瞬間にちょっと怖くなっていつもと違う風にかかっちゃう。もちろん出しますけど、分かってるじゃないと危ないぞっていう感じですね。そう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 ですね。そう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 。やっぱり翻訳の事故って日常生活の事故の7割ってみんなで詳しい人が教えてたり、まあ本当にサウナのこと分かってる人に指導してもらうってすごい大事な時代になってきたんじゃないかと。一人の事故でこのサウナブームがもう終わっちゃうんで。確かに我々死ねないんですよね。サウナは本当好きな人が勝手に勧誘してどんどんみんなサウナになっちゃってますから、はい、別にこれサウナ業界がお金もらってるわけじゃないし、はい、みんな好きで本当好きなんだって言ってこんなお金かけて作ったりとか、はい、やってるからそれがすごい宗教っぽいなって。あると楽しいっていうのを気づいてる。素晴らしいと思いますよ人生。どうでしたか、さやさん、今日は。今日はすごいびっくりしました。こんな東京の近郊でこんなとこあるのか思わなかった。決まらない人ちょっと募集したいですよね。あ、そうですね。決まらない人を決めさせる。なんか決まらない人がいたら僕がいろんなサウナについて決まらすっていうコーナー作りたいと思ってますんで、どしどし募集ください。ここまで。また決まりに行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。